東洋工業サッカー部はかつて存在した日本のサッカークラブ。日本プロサッカーリーグに加盟するサンフレッチェ広島 FC の前身となったクラブである。1938年に東洋工業のサッカー部として創部し、1981年から松田サッカークラブと名称を変更した。日本プロサッカーリーグ所属のサンフレッチェ広島の前身となったクラブである。 本拠地は広島県秋郡府中町。なお、現在松田サッカークラブの名前で活動しているチームはもともとこのクラブの2軍として活動していたチームである。1949年、実業団チームとして初めて天皇杯全日本サッカー選手権大会出場。1965年から始まった日本サッカーリーグには初年度から参加し、 1960年代に全盛期を極め JSL 最多優勝5回。天皇杯では更新の松大須氏、サンフレッチ広島を含め2014年1月までに歴代最多62回の本大会出場回数を誇り、通算最多の127勝。決勝進出も歴代最多の14回と日本サッカー史に残る名門クラブの一つ。 原爆投下前の市中心部。同心園の中心が爆心地。最下の高地が広島市役所でその右上の高地が広島市中。1957年天皇杯はここで行われた。ちなみに戦後、爆心地のすぐ上付近に市民球場が建てられる。1988年の県営競技場。左のラグビー場では行われていない。 1988年の松田拳法グラウンド。総部から JSL 初期頃までは広島市内の高校グラウンドを使うことが多かった。主に使用していたのは交通の便の良さから中各国体事情の広島県立広島国体事高等学校グラウンド。また1965年 JSL 最終節で優勝を決めた試合は南九州の広島大学。 付属高等学校グラウンドで行われた。1966年 JSL2 年目の開幕戦は広島みな実行校グラウンドだった。1960年代、海外クラブとの試合や JSL 東西対抗戦を中区元町の広島市民球場で行ったことがある。1970年代以降、西区観音の,の県営競技場がホームスタジアムとなった。 それに加えて1980年代には、呉市の当時松田福利厚生施設であった、松田健保グラウンドを用いていたこともある。初期は白や紺、1970年代は赤ベースの黒立島、1980年代はカンパニーカラーと同じ青とき。ちなみに、紺から赤への変更は、東洋工業の関連チームである、広島東洋カープと同じ意向である。 青と木の配色は現在、松田のシンボルチームである松田ブルーズマーズや、松田陸上競技部でも採用されていたが、陸上競技部は2015年に、赤と白の配色に変更された。更新のサンフレッチェ広島でも当初は、チームカラーを青にする話もあった。1945年米軍作成の広島市地図、東洋工業本社工場は最も右側の河川、川口部。 赤波線ボムドエリア、コンプリートリーデストロイドの外にあることから、本社自体は、被爆により被害はなかったとわかる。ちなみに広大附属校は、地図中央右下、広島カレッジ表記、県営競技場は、地図左下の縦長の土地すぐ右上アスラティック、パーク表記。戦前、広島は、兵庫、東京とともに、サッカー後三夜と呼ばれ、 日本サッカーの先進地であった。この環境の中で育った山崎義樹が1938年に東洋工業へ入社し、同好会形式で創部したのが東洋工業集球部である。しかしこの時代、この地域のサッカーチームとしては、呉れ軍交渉が圧倒的に強く、東洋工業は全国大会には一度も出場できなかった。この時期のタイトルとして、 1941年第8回中国実業団集級大会決勝隊広島電気戦において4から0で勝利し優勝したものがある。1943年太平洋戦争の戦況が厳しくなったため休部する。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下により市内は甚大な被害を受け社員も被爆している。なお、 このクラブに所属した選手の徴兵及び被爆状況など、戦中の選手の状況は不明であるが、後に東洋工業に入団した選手には被爆者が存在する。戦後復興の最中、州級部も1947年に再開する。以降、ゼニ村、ケンジ、小畑ミノルラジ元出身の有力選手の入団が相次ぎ、当時の主要タイトルである全日本選手権。 全日本実業団、国体に常に優勝争いを繰り広げる実業団の競合チームを作り上げた。1949年、第29回全日本サッカー選手権大会にて実業団チームとして初出場を果たした。1951年、集休部が実業団サッカーのトップクラスとなり、会社の看板となったことから、山崎は、 監督をしりぞき部長剣総監督に就任し、尾畑が選手兼任監督となった。尾畑は自身の母校である慶応大のサッカースタイルである素早いパスサッカーを東洋工業に導入した。1954年第34回天皇杯にて実業団として初めて決勝に進出も準優勝。この決勝は 第4延長3時間にも及ぶ死闘となり、千村が疲労のため意識不明となり、倒れ、試合後は満足に歩ける選手がいない状況にまで、なるほど、日本サッカー史に残る、名勝負となった。この試合における、東洋工業の関東がその後の実業団チーム対等の講師となったもので、その意味でのエポックメイキングな試合であった。これ以降、他の実業団も強化に努め、 天皇杯で対頭し始めた。1955年、全日本実業団でまたも準優勝。1956年、田辺製薬の7連覇を幅三井に全日本実業団で優勝して、初の全国タイトルを獲得した。1957年も第37回天皇杯で決勝進出。 広島国体寺高校で決勝戦が行われたが、準優勝に終わる。大学リーグでの優秀選手を中心に選ばれていた、この時代の全日本、現在のサッカー、日本代表において、上記の活躍から、東洋工業の選手も選出され始め、1956年のメルボルンオリンピック代表には、小沢道弘と下村幸雄の2人が選ばれた。 この頃になると地元から頼まれて、市内の小中高校へ指導に出かけるようになる。この時指導された選手が1960年代、後半の黄金期を支えることとなる。1962年、国体で初優勝を飾り、全日本実業団で小賀電工と両チーム優勝。この活躍から同年に小沢が日本年間最優秀選手賞を受賞した。 1965年から始まった日本サッカーリーグにスタート時から8チームの一つとして参加。尾畑を総監督、下村を監督に登録メンバー25人中21人が広島県出身者で固められていた。厳しいトレーニングの結果、抜群のコンビネーションを生み出し縦横無尽のパスワークで攻撃的サッカーを展開、特に攻守の切り替えの速さは他チームと比べ、 軍を抜いていた。この1965年から1970年が、このクラブの黄金期である。JSL 第1回大会を12勝に分け礼拝と、無敗で優勝。第1回大会第14節、対アンマー戦で記録した11から礼は、最多得点及び、最多得失点差11点の JSL 最高記録。 第2回大会まで23連勝を記録するなど、第4回大会まで不滅のリーグ4連覇の金字塔を樹立し、第6回大会も制覇したことにより、JSL27 回の歴史で最多の5回の優勝を飾った。さらに天皇杯では、第45回大会で初優勝すると、6年で決勝に5度進出し3度の優勝を飾った。また、国際舞台では、 アジアクラブ選手権1969に日本勢として初出場し3位入賞を果たした。この時のメンバーの多くは全日本に選出され、1968年のメキシコオリンピックにもおぎっとくたち、クワハラ学の松本育夫の3人の代表選手を送り、日本の銅メダル獲得に大きく貢献した。なお1950年代から1960年代にかけては、 広島サッカーの時代と言ってもよく多くの広島出身者が関西、関東のサッカー競合大学や全国の実業団に進みチームの中核となった。1960年代の日本周休協会会長の都県及び全日本監督長沼県の二人とも広島出身、全日本には東京五輪、メキシコ五輪といずれも最多の5人の選手を送り込み、 日本代表は、広島弁が、共通ごとまで言われ、デッドマールクラマーは、広島弁で怒鳴ったと言われる。さらに1965年 JSL スタート時の8、チーム中4チームの監督も広島出身、例えば1968年の JSL、登録選手も2位の埼玉県出身を超える43人もの、広島県出身選手が占め、その中で、東洋工業集球部は、 広島サッカーの象徴的な存在であった。この時代の東洋工業を止めようと、他チームのほとんどがスーイーパーを置くようになり、そこから1970年代 JSL は、スーイーパーシステム流行へと向かった。しかし1970年代に入ると、環境面を整備した他チームの台頭により、成績が徐々に低下していった。また、JSL 初期に、 抜群のコンビネーションを誇りリングズイチの攻撃力だった FW 人が1970年前後に相次いで退団、引退したことや世界的な戦術流行の流れに沿って3トップから2トップに戦術変更するものの得点力が伸びなかった。1973年オイルショックが発生。親会社である東洋工業の経営状態が悪化。 サッカー部の運営にも影響が及び、数年間新人を全く採用できなかった。このオイルショックは、東洋工業のみならず、広島経済界に大打撃を与え、広島サッカー界にも影響を及ぼしこれ以降、低迷を続けていく。1977年、黄金期の中心選手だった小木が監督に就任。古田厚史良、渡辺優一、安原慎一らの活躍で、 同年のリーグ戦では一時優勝争いに加わる。ものの最終的にリーグ戦より、翌1978年第58回天皇杯、準優勝、0から1水三菱重工など一時的に立て直しに成功した。しかし、大卒の即戦力選手獲得には、地方である広島ということや東洋工業の経営不振から小手に回り世代交代が進まず、また、同時期に、 初の外国人選手である胸方マルコス持ちを加入させたもののチームに馴染めなかったこともあり、これ以降外国人選手補強に消極的な姿勢を続けたため、チームの強化は思うように進まなかった。これらの要因により、1980年代に入ると、チームの弱体化は深刻なものになる。1981年、松田スポーツクラブに名称変更。同年、 黄金期の選手の一人であった、二村昭雄が監督に就任するが低迷を阻止することはできず、翌1983年一度目の JSL 二部降格をすることになった。そこで1984年、今西和夫が監督に就任し、古豪を復活させるべく改革に乗り出す。それまで日本人選手や日系人選手のみで構成された。 純血主義の伝統を打ち破り、オランダからハンス・オフトをコーチに、ディド・ハーフナーを GK コーチに招聘、オフトが実質的な監督として現場の全権を掌握し、今西は名目上の監督であるが実際はゼネラルマネージャー業務を行うことになった。オフトは伝統あるチームの再建に興味を持ちオファーを受けたが、チーム状況は最悪であった。選手たちには技術、 体力以前にメンタルに問題があるとし、意識改革を促すことから始めた。そして2年目から、シンキングフットボールを合言葉に、戦術的な役割をこと細かく教育し始めた。また、大卒の即戦力選手の獲得が思うようにならなかった過去の経験から、二軍である松田スシー洋を強化し、高卒選手育成に努めた。オフトの下で、 組織的に訓練されたチームは1985年 j s l 一部、昇格、同年度の天皇杯ベスト4に進出。1986年、松田サッカークラブに、名称変更、昇格初年度の j s l 一部で7位と検討。1987年オフトが正式に監督となり、新都勝義、猿沢茂、高橋新一郎ら地元選手の奮闘もあり、 同年度の天皇杯準優勝するが、同年度の JSL では、不審が続き二度目の二部降格となった。この責任を取りオフトは辞任した。1988年、今西はビル・フォルケスをコーチとして招聘し、オフトの役割だった実質的な監督としておいた。フォルケスは、母国の戦術で、古い戦術でもある、キックラッシュ戦術を用いたが、 オフト時代のアプローチと変わったこともあり一部選手には不評だった。1989年、当時にブンデスリーガでプレーしていた元日本代表の風間八博を獲得する。松田スシ東洋で育成した選手たちの成長もあって1991年に JSL 一部復帰。日本リーグ最後の年となった1991から92シーズン、藤田から移籍加入した。 高木拓也の活躍もあり、6位で面目を保った。1992年日本プロサッカーリーグ創設に伴い、このチームを母体としてサンフレッチェ広島が誕生する。これに伴い、二軍は扱いだった松大スシー東洋は、新生、松大スシーとして中国社会人、サッカーリーグに登録、サンフレッチェとプロ契約できなかった選手などが、同チームに所属した。 OBE の多くは、現在もサッカー指導者、ゼネラルマネージャー、アドバイザー等として、日本サッカー界に貢献している。また2012年の J1 ではサンフレッチェが優勝したことにより、東洋工業が最後に JSL で優勝した1970年から42年ぶりのトップカテゴリでのリーグ優勝。さらに2013年の J1 では1968年以来45年ぶりに、 連覇を達成した。下記国籍のうち日本人は国旗表記を省略する。所属前選手ではなく名前の分かっているものを記載している。カテゴリー、東洋工業サッカー部の選手も参照。太字は国際 A マッチ出場選手。日本人は国籍欄省略。JFA 公認 S 級コーチライセンス取得者は S 級欄に。ポジション欄の意味は以下の通り。 一般にサッカーご参加といえば、広島、静岡、埼玉の方が著名であるが、これは戦後から呼ばれ出したものであり、それ以前は東京、兵庫、広島でお参加と呼ばれていた。九州地方代表の日鉄二瀬も同じく実業団として初出場。東洋工業の現役選手が正式にサッカー教室を始めたのは1965年から、これが のの松田サッカースクールや今日のサンフレッチェ広島 FC の育成組織に受け継がれていく。残り4人は、栃木2人、長崎1人、静岡1人。2000年代後半からイビチャオシムラが推奨する、考えて走るサッカーが注目されているが、彼らはそれを実践していた。第46回大会1966年1月14日に行われた早稲田大学との決勝戦は、 国立競技場で初めて決勝が行われた大会であり、学生が最後に優勝した大会でもある。オイルショック前までの松田は、世界初となる自動車搭載用ロータリーエンジンの開発に成功し、圧倒的なシェアを誇るトヨタ、日産を追走していた。ハット後の1980年代、サッカー部部長に就任した今西和夫は、他チームと比べて、 初任給に差があったためと分析している。1980年春のキャンプ時に、広島県立一海地高等学校との練習試合を行い、主力メンバーを出さなかったとはいえ1から3で負けてしまった。またこれはニュースとして中国新聞紙面で扱われた。特に健康出身の金田信都氏、木村和志らが帰ってこなかった時の広島のサッカー。 関係者の落胆は大きかった。詳細はサンフレッチェ広島 FC の育成組織、全種を参照。ありがとうございます。